こんにちは、スイートルームのみかです。誰でも簡単に思わずハンドメイドがしたくなるようなレシピを公開しております。いつかお花を使ったハンドメイド教室を開きたいという方の参考になれれば嬉しいです。本日はですね、じゃーん、こちらオルゴナイトっていうものを作ってみました。感じです。で、オルゴナイトって何かっていうと、ネガティブなエネルギーをポジティブなエネルギーに変換してくれるっていうものになるそうなんですけども、例えば玄関とかに置いておくと、外から持ち込んだネガティブのエネルギーを吸収して、で浄化し波動を上げてくれるっていうものになるそうです。ここにね、水晶が入っているんですけども、金属と合わさるとその水晶の力が大きくなるらしくて、その力を使ってネガティブなエネルギーをポジティブに変換してくれるっていうね、パワーがあるそうです。2つ作ったんですけども、ちょっとこちらがね、ちょっと失敗しちゃったんで2つになりました。よかったら本編ご覧ください。それではオルゴナイトを作っていきたいと思います。材料も用意しました。こちらのね、水晶がなかったので取り寄せました。これにですね、銅線を巻いていきたいと思います。赤いバラを使って、もうクリア感たっぷりのね、オルゴナイトを作っていきたいと思います。で、置いておきました。これ、こうね、水晶巻いてるんですけども、出来上がった時全然水晶感が見当たらないですね。これをですね、ここへ立てていきたいと思います。最初にね、こうぐるっと巻いてですね、で、あとは手で巻いていきます。これを何個か作っていきたいと思います。一つものの巻き巻きを作りました。はい、早速ね、レジンを入れていきたいと思います。18、水晶を立てていきます。3分の1ぐらいの量のとこまで入れます。水晶の周りに水晶のサザリ石を入れていきます。倒れないようにね、入れて支えていきましょう。側面にですね、先ほど作ったモチーフを入れていきます。よいしょ、もうちょっとだけ入れます。カールワイヤー散らしていきたいと思います。これがない場合はダイソーなどで売ってるくるくるしたたわし、カットして入れてもらったらいいと思います。ストロベリークォーツちょっとだけ入れたいなと思います。へいへい、端の方に入れたいな。ここにですね、このローズを入れていきますよ。ちょっといらない部分をカットします。これをですね、レジン液にね、つけてから入れていきたいと思います。
出してから入れた方が気泡なんかも取れる。しっかりつけてツボッと入れていきます。でバラがねちょっと浮いてくるんですけども、後でね処理していきたいと思います。ハッピーカラーがねシルバーなので、シルバーのラメを入れていこうかなと思います。本当にねあるかないかぐらいな感じになっちゃうかもしれないんですけども、自分で入れたっていう意識があるので大丈夫です。でしっかりね倍まで入れておく。1日置いておきたいと思います。それでは2日間置いたものになります。はい、こんな感じで綺麗にできましたね。後ろを触ると痛いのでここを削っていきたいと思います。ちょっとまだゴツゴツしてるんですけども、まあ、こうやってね置くので置けたらいいでしょう。カールワイヤーも入れて流し込んでいきます。毒々しいっていうか紫になったのでね、結構完成です。バラもね入ってて、よくよく見るとあバラが入ってるって感じのねオルゴナイトになりました。はい、意外とね簡単に作成することができるので、よろしければぜひ作ってみてください。ご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録していただけると嬉しいです。